ゾルバドス星へ逃げ帰ろうとしたシャピロを追い、重戦機隊は火星に降り立った。その洞窟で今サラとシャピロはまさに避けることのできない戦いを運命に強いられていたのだ。丸腰同然でいい度胸じゃん、シャピロのやつ。おのれ、こんなところでこの私は滅びはせん。逃がさないよシャピロ。あんたが私に死ねと言うならそっくりその言葉をあんたに投げ返してやる。今ご報告いたしました以外の者たちはおそらく火星で奴らに。おいおい、もともと無理な戦いをさせようとしたのだ。前線基地に引き上げようと、この私を咎めることは絶対に許せん。ギルドロー、何をするつもりだ。幸運を祈るぞシャピル。絶対に許さん。見させてもらうよシャピロ、悪魔の城をね。消えた、消えました。木星に差し掛かるところで雪の くそやられたのか。いや、位置から言ってまだ基地に降り立ってるわけじゃねえだろ。キャノピーで見えないから正体がバレるとは思えん。じゃあ自分から切った。でも一体どうして。おそらく、ああ奴らの基地に潜入する腹だぜサラのやつ。この発信波が基地のなんかでバレちまったら一巻の終わりだからな。ってことはだ、
この次こいつがまた突き出した時が総攻撃をかけろって合図だ。だろうな。だけどよ、このまんまずっとつかねえってこともありえる。忍あいつがそんなドジをやるかってんだ。あいつが死ぬわけねえじゃねえか。だがな、だが一番大きな不安はこの発信波が敵にキャッチされることではない。どういうこと博士。シャピロだよ。ユキは今敵基地を破壊することと同時に、いやそれ以上にシャピロを倒したいと思っている。それが悪く出なければいいんだが。急げ。はシャピロの率いる部隊はアステロイドベルト前線基地に帰還しようとしていた。だがそこにはギルドローム将軍以下兵士たちの姿は一人も見ることができなかったんだ。こちら火星部隊、アステロイドベルト前線基地応答せよ。こちら。もうよい。よかろう。すべてはこの今の勢力で地球人を阻止せよというのだな。シャピロ様、ゾルバドス星に連絡を取りますか。ゾルバドステオ様に。いらん。いいだろう。この私が最後の命令を聞いてやろう。だが地球人をここで倒した後、次に滅ぼされるのはゾルバドス、お前たちであることを知るがいい。この私に神に向かって立てついたことを宇宙の木図となってから後悔するがいい。おかえりシャピロ。ゆっくりとここであなたの最後を拝見させていただくわ。ゾルバドス帝王様のご要望はこう、地球人を必ず叩くこと。そしてシャピロ、あなたのその鼻をつく地球人の血を全てこの地に捨て去ること。つまり分かって、シャピロ、奴らと差し違えて死になさい。それが帝王様のご意志だわ。ここがゾルバドスの前線基地。あれがよそ者に自動的に反応したとしても、それにしたってここにはシャピロと一緒に戻った兵士しかいないじゃない。私はガイドブックもないんだ。おまけに自由に動けないんじゃ、いい見学は望めないさ。そうだ、自動防衛システムの作動開始権を最大限に拡大する。最大限。しかしもしゾルバドス星より援軍が寄せられたとしましたら。援軍は来ない。そう言ったはずだ。現にゾルバドス星との交信は不可能であろうが、構わん。私の指示通り伝えろ。はっ。来い。来るなら早く来い。
愚かな地球人どもよ、この私がお前たちを裁いてくれるわ。哀れな兵たちよ、気の毒だがお前たちにはあの男の最後の面倒を見てもらうことになるわ。あれは、ガンドールを迎え撃つためにパワーを上げている。お前が忍び込んでいたとはね、サラ。せっかくだ、地球人の愛憎劇とやらを見せていただくとするわ。そっちじゃないわ、サラ。殺す男はそっちじゃない。目指す男はそっちだよ。クソ、もう待てねえよ。藤原、分かってるよ、分かってる。まだサラがやられちまったって決め込むのは早いって言うんだろ。分かってる。だがよ、ここでじっとこいつを睨みつけて待ってるなんてたまらねえよ。俺はダンクーガのところにいる。何かあったら知らせてくれ。忍ぶ、一人にさしとけ。鼻を突き合わせればやり合ってたんだ。もしかしたらあいつが一番サラのこと心配なのかもしれねえ。どこかにいたようだよ。あんたじゃなくてね、私をここへ導いてくれたさ。何？もう話すことは何もなかったね、シャピロ。あんたと付き合って一つだけ喜びを見つけたよ。私があんたを殺すというね。ただちょっと仲間が迎えに来やすいようにしただけさ。バカめ、
自爆する気かお前は。ああ、そのつもりさ。シャピロ、ルーナ、貴様どこに？シークレットルーム、この基地の中で唯一あなたの知らないところだわ。シークレットルーム、そんなものがこの基地の中に？愚かな男よあなたは。初めからゾルバドス帝王様はこの私以外のものを信じなかったということ、お分かりシャピロ？己、愛を捨て去ってこそ神になり得る、確かそう言ったわね。でもそうかしら、愛を捨てることなく超えたところに神はあるはず。違う、そして捨てる捨てないとこだわったところにシャピロ、あなたの支配者としての限界があったということよ。所詮あなたはゾルバドス帝王様の偉大な力を超えることはできなかった。何だと？地球人がやってきたようね。さっきの娘が死んでダンクーガが敵とならなかったのがせめてもの救いね。さよならシャピロ。おのれルーナ、サラ、サラどこだ？待てねえ。シャピロ、私が愛すには足りない男だったわ。どこだ、どこにいるサラ？暗黒の世界に姿を隠すがいい。神が今ここに誕生し、そして神が自らの裁きでこの世界を無のものとする。良いか、良いか宇宙よ、今こそ神の側下にその永遠なる魂を委ねるがいい。シャピロ、あ、シャピロ、シャピロ。さあ宇宙よ、何をためらうことがあるというのだ。今こそ、今こそこの神のもとへ。シャピロ、あ。
シャピロ、バカだよ。あんた、バカだよ、シャピロ！美しく交わす愛も深みに落ちれば罠に似てくる俺の首締めかけてた危険な喜びがお前だった今、燃えている弾空牙を止めることは誰にもできねえ。俺たちの前に立つ奴は全て叩き潰す。次回、鳥獣鬼神弾空牙最後の方向、やってやるぜ。